競馬場に行きましょう。一緒に近くの競馬場に行きましょう。目の前を馬が走ります。鞭の音が聞こえます。パドックで馬を選んでください。あなたが一番良いと思った馬にかけるのです。大金でなくていいのです。100円から買えます。そしてその馬が走るのを応援しましょう。もしその馬が負けても結構興奮します。まして勝ったら飛び上がるほど嬉しいものです。少し儲かったら焼きそば、おでんもあります。餅を売ってるおばさんがいます。揚げたてのアジフライ、ふかした芋、気の利いたものばかりです。しゃれてるじゃありませんか。みな目が血走っています。儲けたいのです。欲望丸出し、いいじゃないですか。サラリーマンも肉体労働者も商店の親父も一心不乱に馬を見つめています。格好をつけてる人はいません。馬たちの予想屋がいます。雇用を枯らして予想を売るのです。夢とか希望とかそんなものはありません。単勝、馬連、馬単、三連単があるだけです。当たれば天国、外れて地獄。思い通りにいかないものです。だから面白い。大きい馬や小さい馬、私は小さい馬が好きです。大きい馬に挟まれて、ほらパドックを元気よく歩いている。すぐに泣いてしまいます。小さいの頑張れって。それでいいじゃないですか。勝とうが負けようが、気に入った馬を飼いたい。人生そうありたい。好きなものにかけてみる。ええ、説教臭くなりました。もうやめましょう。ぜひ競馬場へ行きましょう。私の愛するただ一つの場所なんです。ぜひ一緒に行きましょう。